これ以上恥をかかないうちに帰るんだね。やばかったわ、本当に。壊して参る。ワン、ファイト、ファイト、ヤン。自然変。自然撃。
我が基本を Round 2 Fight! はっ、無駄な時間を過ごしちゃったよ。とっとと帰れば。ラウンド1、ファイト。なんとか勝てたみたいね。やばかったわ、本当に。ほら、決まり。はい、はい。無駄な時間を過ごしちゃったよ。とっとと帰れば。ファイト。
ホーム。ラウンド2。ファイファイ。キーホーム、ウォーム。はっ、無駄な時間を過ごしちゃったよ。とっとと帰れば？京子、なんで無事に来たの？お主、自らの立場も顧みず。だから連れ戻しに来た。おじいちゃん、よりによって一番戦いたくない相手を。私は楽しみだったよ。公認でお前と勝負できるこの日が。ラウンド1。ファイファイ。ガン！自然変！自然撃！キーホン、ウォーム。ラウンド2。ファイファイ。自然剣ガン！ガン！自然剣！自然剣！真空の剣！家を飛び出して遊んでいたわけではないということか。大丈夫、京子。触るな。すまない。私のせいで京子にまで迷惑を。わかっているのなら、いつまでこんなことを続けるつもり？もう少しの間だけそっとしておいてくれ。イライラするのよ、その態度。言いたいこともはっきり言わずに。とは言っても、あなたの噂は嘘をついていなかったわ。京子、強くなったな。お互い様。千穂、厚雪爺様にちゃんと話ぐらいしなさいよね。そうだね。あなた、幼なじみの霧島さんを破ってまで里に戻ることを拒んだそうですね。得意の忍術を見せ物にしてまで、一体何を求めているのかしら？貴様こそ、人のプライバシーを破っておいてよく言う。まったくお嬢さん育ちのくせに、どうしてそうデリカシーがないんだか。ああ言えばこういう。やはり私、あなただけは好きになれそうにはありません。はっ、願ったり叶ったりだね。
願いします。ラウンド1。ファイト、ファイト。レッツないけど、勝負は勝負ですものね。何を求めているかって聞いたよね。知りたい？え？ええ。やだね。あんたには教えない。もう。よく戻ってきてくれたな、地方。おじいちゃん、いえ、宗主様。お話があってまいりました。すると、いや、わかった。話してみ。私は、いえ、私は、掟に縛られることを嫌って家を出ました。そしてそのことが、宗主様のお心を痛めていたことも承知です。しかし、私も増田家の人間である前に、一人の少女、裏の世界へ身を投じる前に、表の世界でやりたいことがありました。そしてお主は自らあの大会に出たと。はい。最初は自分の力を試すためだったのですが、VG において私は光を浴びて輝くその世界に見入られたのです。俗っぽくなりおって。だからといって誤解なさらないでください。光あってこそ影は生まれるもの。今、この輝きを確かに自分のものにしておきたい。そして、必ず帰ってきます。どうか、今しばらくの自由をください。ここで許さんとは言いたくても言えんのじゃ。千穂や。はい。わしとて、いつまでも堂々巡りの争いはしとうない。時代は変わってきておる。そしてお主は、増田家を継ぐべき人間じゃ。宗主様。そうじゃな。お主が25になるまで好きにするがいい。本当に？ただし、25の春に必ず戻ってこい。いや、その時は、わし自らがどんな手を使ってでも連れ戻す。必ず。約束じゃ。それまで人生勉強のつもりで表の世をしかと見据えてこい。そして自分たちの気づくべき世界を知ることじゃ。承知。ありがとう、おじいちゃん。よろしいのですか？わしも宗主である前に一人のじじいじゃ。たった一人の孫を可愛がりたくもなる。それに。それに？追い先短いとはいえ、まだまだくたばるわけにはいかんということじゃ。心中、お察しいたします。すまんな、時影。
これではお主も報われぬであろう。いえ、私は。隠さずともよい。女とはいえ、おのこのように育ててしまったせいか、千穂はこういった面に疎くて困る。はあ。ともあれ、これからも千穂を陰から支えてやってくれんか。頼む。しかと。